ナミさん、お疲れ様です。ただいま緊急で動画を回しております。まあ、というね、くだりがよくあります。緊急で動画を回してるってなんですかね。 YouTube にアップロードするのに緊急も何もないような気がするんですけども、まあ、つかみとしてはなかなかいい切り出しだと思うんですけどね。それから動画を回すってのもなんか古いフィルムカメラの時の言い回しですよね。なかなか面白いなと思いながら私も使ってみました。で、今回ね、ナミさんに、まあ、緊急で動画じゃないんですけども、一つね、私からの宣言をさせていただこうと思います。まあ、動画をいくつかご覧になっていたらうすうす感づいているところがあると思いますけども、あの10月1日私キックボクシングの試合に出るんですよ。公式試合です。まあ、アマチュアリーグなんですけども、ちょっとここに挑戦しようと思います。もちろん私キックボクシングの経験、格闘技の経験はありません。中学の頃に、まあ、ちょっとね、あの、まあ、よくある10代の男の子が、まあ、ストリートファイトに憧れるような感じで、まあ、なんですかね、ちょっと今でいう生きり立ったような状態であっちこっちで、ね、ちょっと小競り合いをしていたところがあって、その流れで空手を学ぶこともあったんですけどね。まあ、でもそれ以来、まあ、本当に生半可な、トレーニングぐらいしかしたことがなかった私なんですけども、あとはなんかね、こう負けん気だけでやってきたんですけども、徐々に30になり40になり、だんだん体が衰えていってですね、まあ、年齢とともに穏やかになっていったところと、平和を求める気持ちがふつふつと湧いてきたんですけども、やっぱりここに来てね、もう一回今度はあのきちんとしたルールにのっとったスポーツというフィールドでね、リングという決められたレフェリーのいるところで実際自分の体をね、試してみたいなと思いました。で、今私50ですけども、50だからこそちょっとやってみたいなと思うんですよね。で、速化塾の中には新格闘技というカテゴリー、キックボクシングのリファイトクラブっていうのがあるんですけども、こちらの方今会員私一人なんですよ。で、速化塾の塾生さんで重吉さんって方がこのリファイトクラブの会長をしてくださって、彼はキックボクシングのインストラクターで今40歳なんですけども、おそらくセカンドキャリアを考えているところなんじゃないかなと思うんですよ。その中で私の提案したオンラインジムっていうのを彼がやってくれて、で、先日早速、まあ、会長の重吉さんはボー君っていうね、名前なんですけども、ボー君は見事優勝を持って帰ってきてくれたんですよ。で、私もいつかはリングに立ちたいと思っていたんですけども、よく考えたら来年再来年ではもう間に合わないなと。私もね、急速に下り坂になってますんでね、ですんで今年を逃したらもうチャンスはないなという思いで、8ヶ月後10月1日にキックボクシングのリングに上がるつもりです。まあ、トレーナーはそのボー君一人だけなんですけどね、まあ、でも私も自分で自分のことを鍛える精神力ぐらいはあると思いますんで、やっていきたいなと思いますし、それからね、やっぱこう、手足を動かして、まあ、こうなんですかね、戦っていくっていうのかな、その真似事ぐらいはできるんじゃないかなっていうところですね。まあ、これからは本当にプロのレベルでいろんなものを身につけて新しい世界に挑戦していきたいなというところ。まあ、今回リングに上がらなければ私は多分ね、生涯後悔すると思うんですよね。ですんで、何としても、まあ、小野田さんも新しい道を選んだということもありますし、それに触発されるではないですけども、ちょっとね、おいおい、お前その年になってそれはないだろうみたいなことをちょっと一発やってみようかなと思いました。でも現実にはね、 YouTube などを通じて見るんですけども、親父ファイトってのあるらしいんですよ。それが40代以上とか50代以上の本当に素人さんが安全なルールのもとでボクシングをやるみたいなのがあってね、まあ、いわゆるボクシングのコスプレみたいなやつなんですけども、でも出る以上は勝ちたいわけじゃないですか。勝ちたいと思えばトレーニングをそれなりにするんで、やっぱりね、みんなこの遊びじゃなくて本気でやるんですよね。それこそ記録にも名前も残らないような試合ですけども、自分の人生の中にちょっと記すものはできるかなと思いましてね、8ヶ月後の試合に向けて私もまずね、もう強大なスタミナをつけていこうと思います。で、そのスタミナっていうのはきっとこれからの人生をもう支えてくれると思うんですよね。でもね、今本当に悩みがね、トレーニングができないんですよ。なかなかテクニカルな50肩で、で、Jコスメの紙サプライズをノクさんに借りて当てたんですけども、ちょっとトラブルで今使えなくなっちゃってね、
だから今ノクさんどうしましょうかって言ってるところなんですけども、この五十肩って本当パッと治るんだったら治したいですよ、うん、本当治るんですかね、うん、なんかその聞くところによるとほっといたら自然に治るらしいんですけども、4ヶ月ですからね、さすがにこれ続くのかなみたいな。腕立て一つできないんですよ今で、そのパンチをねこっちは出るんですよ、こっちが出ないんですよ、今みたいにポンって伸びないんですよ、全然スピードもないし、ガードをしてもこうガーンと当たったらね痺れますしね、これじゃあちょっとリングに立てないんで、なんとかね1ヶ月以内にパリッと直したいなと思ってるんですけどもね。五十肩って治るんですかね、うん、立ちどころに直したいんですけどもね、なかなかこうやって筋を伸ばすようなことをしたらいいよって YouTube で見たりするんですけども、どうなんでしょうか。はい、ということでございました。ナミさんお疲れ様です。いってらっしゃい。